RZ が来たよ。 RZ? R1Z、 うん、あー、春吉くんです、うん、YouTuber さん。最後の RZ やろ、マジで。RZ って言うんですね、R1Z も。僕の中では RZ かなと思うけど。おー、うん、お疲れ様です。こんにちは。こんにちは。春吉さん、顔出しダメですよね。ね、これ、しとったらいいですか。あ、大丈夫。ヘルメット、マスク、もうヘルメットみたいなマスクするの。あ、いいです。春吉さん。よかった、映ってんの今。映ってます。乗ってきて。一回、R1Z とどれくらい違うか、聞きたいね、その。聞きたいです、聞きたいです。もう全然知らんから、僕の方がどんなもんかも全然、僕が勝手に天狗になってるだけかもしれないし、冷静にこう、今の最近のバイク乗ってる人が乗ったらどうなのか知りたいから、ちょっと行ってきて、毎日乗ってるから。これ、春吉さん、なかなかネタになるんじゃないですか。この辺の人、この辺の人。僕、この辺の人。あ、道分かるって言ってたんやけど。R1Z45 馬力？これは45馬力？これは45にしてます。おお、どっちが早いろ。前回にしてみてね、あの回した、ちょっと乗りが分かる。そうです。ちんたら走ったら面白いんだから。これはケッチに買ってほしいけど、R1Z の方が早いような気がする。もう僕は率直な感想を聞かせてほしいんです。これはオーナーのバイクなんですか。そうです。もう今日売ろうかって言ってるんですよ。今日売る、売れへんちゅう。楽しみ。このこのな、インプレッション、インプレ楽しみ。どういう話になるんか、うん、レースとか R1Z みたいに好きなんですけど、最初の好きなのは、まあ、ちょっと飛ばしに行ったら、前のところあるか分からないけど、あの名鑑出るまでに、あの、ベストスの道が上がります。あの、斜めに斜めに走ったら、たぶんベストスのこう、斜めに、ね、スタッフの質問を見たようになって、時間に、スタッフの交通感が途中で、たぶんピークがあるから、それを見るから、そうなんですよ。そもそも次は何も実はすごい乗らせたがりなんですよ。頑張ってきてください。動画撮ってきてください、一本、これで。撮ってますけど、メーターのように壊れてるけど、目が壊れてるけど、出会って20秒で単車、自分の単車を乗せるって。なんで？いや、面白いじゃないですか。だって別に、これ個人じゃないけど、これは会社のバイクというか、あれやから。聞き取れませんでした。何ですか、急に。シリですか？うん、でもどっちやと思います？正直、R1Z と。R1Z やったら僕の方が早いと思う。ああ、なるほど。いや、でもどうだろうな。200じゃろ、これ。25ですね。35じゃったらあかんけどな。アールマンゼット35あるわよ。ないから。そうですよね。アールマンゼット3早かったら向こうも早いかもしれない。おー。これケッチに買ってもらいたいな。ただ、早く感じるっていうのがあるから。確かに確かに。伸びがやっぱりないから。おー。向こうは伸びるもん。あー、なるほど。あれ、ハンドルどこの使ってるんですか？僕の？あれ、乗りやすかった。あれは Z2 のハンドル。あー、そうなの？ Z2 の純正のタイプ。タイプの、だから幅が780で Z2 のやつ。あれぐらいの方が押さえが効いて乗りやすいね。乗りやすいね。かっこ悪いけど。自分の経営のこと一回もかっこいいって言いませんね。いや、昔ライムグリーンやったんよ。はいはいはい。かっこいいな思ったよ俺。やっぱりライムグリーンかっこいいですよね。で、入れたのこれをちょっと加工して線作ったの。これが IC になるから、はい、新電源みたいな日本のやつだから、IC。こうのはまあうち、まあまあまあな、得意としては。あ、A4 カラーですね。A4 の A4 って。みんな詳しいな。みんな詳しいよな、俺知らん、全然。A4 って。これステッカーですか？ステッカー。おー。
え、これってステッカー貼ってクリアを吹くんです？クリアを吹った後にステッカー、いや、ステッカー貼ってくる。へぇ、だから当時は塗り分けで出たらそうです。ほら。で、塗り分けやったら当時。ステッカーじゃないの。ああ。多分当時、ステッカーかなこれ。わからない。塗り分けちゃうかこれ。え、一個一個職人さんが塗り分けてるんですか。シーメイ塗装でみんな。めっちゃ時間かかるじゃないですか。もうシーメイさん、今はこんなんやってないけど、昔はな、してくれてるけど、今はもう、でも断ったし。ステッカーじゃないんですかね。わからんで、俺も言われんけど、知らんけど、そこまで。誰か分かる人います？純正のタンクは塗り分けかステッカーか。今時代で今ステッカーいっぱい売ってるからヤフオクで。そうですね、売ってますね、うん、さあどないかな R1Z。 いや楽しみです。楽しみやな。なんか分からんもんな、俺は世の中の革靴でほら。確かに分からへんもん、うん、分からん、うん、どうなんやろな。いや意外と大したことないですね。ですね、TZR のエンジンと R1Z のエンジンって一緒ですかね。分かる方います？多分そうやったと思うんです。もうこれが出た時俺バイク乗ってなかったもん。 L 型に走ってましたね。そう、 L 型エンジン。あ、 NSR みたいに V じゃないんですね TZR って。バラバラ。おで、クランクケースリードバイクだから、クランクケースのでっかいリードバイクついてる。ああ、ついてますね、うん。で、キャブから下に行ったら、シリンダーに行かんと、キャブがケースに行ったの分かる？ああ、行ってますね。あれがクランクケースリードバイクって、まあ、最後の、みんな、2サイクル、これが最終型。へえ。本当ですね。うん。これ一番効率がいいよな。ショーケースの中にあるバイクを映すんじゃなくて、ショーケースから外にあるバイクを映すって。すごい、なんか、あ、先ってこれ全部取られちゃったら泣くろ。もう、泣くどころじゃないね。あ、保険あるんですか？これ保険ってこれ全部盗まれたら全額出るろうかね。多分そうなんじゃないですか。すごいね。あ、その代わり毎月めっちゃ高いと思うんですよ、そういう金額で。でも5億円ぐらい。そうですね。いや5億あるかな。これが全部絶通やったら5億ぐらいあるかもしれない。あ、帰ってきた。ローソンが青やったから、はい、これと一緒に青やね。アップしてましたかね、あのライムグリーンの経緯。ちょっと忘れてしまいました。さあ、どっちかインプレをお願いします。思った以上に早い。おー、トルクは僕のより全然ある。え、こう高回転はどうですか。高回転は早い。おお。メーターめっちゃ乗りやすいですよ。乗りやすいですよ。トルクが全然負けてるから、最高速はちょっと分からない。最高速は伸びひん、伸びひん。全然。170ぐらいしか出る。僕のはあれ多分振り切るんで。ああ、でも200出る、多分200出るもん。多分180ぐらいは。全然伸びが全然違う。ただ、伸びてくると、クランクケースリードRみたいにトルクがないから、あのやっぱり伸びひん。ただ、一足一足の、一足一足でグーン。グーンって伸びていくんですよ。おお、なるほど。そんなんはあんまないです。あ、向こうは。ただ3気筒と2気筒の違いと、スピードバルブがつくと上の伸びが悪くなる。中低速のパンチは、スピードバルブがつくと上がるんやけど、だから、高回転のピストンバルブの方が伸びるこれ。結果、どっちが単車速いって言われたらどっちが速いですか？伸びは、まあ、難しいよな、うん、これは好き好きになると思う。ああ、なるほど。思います。ドローというか、ね、ここはただ単にスピードだけっていうのか、こっちの方が多分速いかもしれない。乗りやすいですよ、もうちょっとあの車体が、まあ、車体がしっかりする、うん、ああ、まろやかな、うん、こっち荒々しい。ああ、なるほど。一足一足がもうグーンって伸びてる、グーンって伸びてる。速さで言うたらスーパースポーツなんか火じゃなくて遅いんだけど、乗っててこう速く感じるっていうか、2サイクルのほら脳みそから変なのは4サイクルで出えへんから、うん、2サイクルやっぱ面白いね。
だから歩いて3パンとかってやっぱ全然あかんもん、やっぱり伸びが全然、もう3半の方が全然早いから、やっぱり。あ、そうなんですか。乗った直後に、こう、高揚感とか、こうドキドキとか、こう、なんかそういう。ありますよ、そんな。乗ったことないタイプやし。なるほど、なるほど。自分が思ってるケッチって、もっと遅いイメージ。ああ、なるほど、なるほど。すごい嬉しいな。だからほら、先入観がないから、現行車乗ってる人に、そもそもそのようなインプレッション聞くのはすごい嬉しいな。な先入観がないから、まあ、現行車って言ってもこれも、まあ、もうこれも、確かに。はい、じゃあ最後に面白い映像を撮れて、終わりにしたいと思います、はい。ご視聴ありがとうございました、はい。またライブ配信するんで見に来てくださいね。